フォッソ、フォッソじゃないか。探している人には会えたのか。それはもういい。フォッソは諦めた。諦めた？恩人に指輪を渡すんじゃなかったのか。指輪、そうだ、この指輪お前にやる。何を言っているんだ。恩人にもう一度会うのではなかったのですか。会いたい、フォッソ。もう一度あの人間に会いたい。会ってお礼言いたい。それなら旅を続けたらいいじゃないか。それをどうして。でもダメ、フォッソは会いに行けない。フォッソ、旅の料理人の話を聞いてここまで来たけど、フォッソは村に入れてもらえない。みんなフォッソを怖がる。フォッソを追い払おうとする。仕方ない。あなたはそれでいいのですか。フォッソ、たくさん頑張った。でも人間分かってくれない。人間、フォッソを見ていつも逃げる。フォッソ、それは嫌だ。人間が怖がる姿見たくない。フォッソは、だからもう村には近づかない。指輪はお前たちにやる。このままじゃフォッソがかわいそうだわ。私たちがそのミッチェルという料理人を探してあげない？フォッソを友達と言ったミッチェルさんならきっと分かってくれるはずよ。あんたはもしかして料理人のミッチェルか？はい、そうですが、何かご用ですか？この指輪に見覚えはあるか？これは私がなくした指輪。よかった、あんたがフォッソの言っていた旅の料理人なんだな。フォッソ、フォッソと会ったのですね。彼は元気でやっていますか？実はフォッソがこの近くに。ああ、だが村の中には入れなかったみたいだ。でしょうね。魔物が村に入れてもらえるはずはない。以前会った時も彼は私の旅についてきたがりました。しかし私は止めたのです。人間社会に魔物がやってくれば辛い目に遭うのは分かっていましたから。先入観を捨てることはたやすくできるものではありません。彼がたとえ良い魔物だとしても、魔物というだけで排斥されてしまうものです。そうですね、世の中簡単にはいかないものです。ですが幸い私はあなた方に会え、フォッソが来ていることを知りました。私の方から彼に会いに行きます。あいつに会ってくれるのか。もちろんです、行きましょう。フォッソ！お前はミッチェル、ミッチェルだな。フォッソに会いに来てくれたのか。言っただろう、私たちは友達だ。友達が近くに来ていると聞いたら会いに来るのは当たり前じゃないか。おお、ミッチェル、ミッチェル。指輪を届けようとしてくれたそうだね。金ピカ、指輪、忘れ物、フォッソ、それを届ける。そしてお礼が言いたかった。お前に会いたかった。確かにあの時料理をするために外した指輪だ。わざわざ届けてくれてありがとう、フォッソ。よけろ、ミッチェル。怪我はないか？私は大丈夫です。しかしフォッソが岩の下敷きに。なんだって？おい、フォッソ大丈夫か？フォッソの声だ。大丈夫、フォッソは生きているけど、下からではこの岩をどける、無理。分かった、今助けてやる。助けてやるってどうやって。
こんな大岩、私たちの力だけじゃ。今までのことを思い出せ。集中して岩を壊すんだ。お前ならできる。ありがとう、助かった。岩と岩の間にうまくはまり込んだ。運が良かった。私が手当てをしよう。さあホスト、歩けるかい？一緒にエンデルの村へ行こう。そこでゆっくり休もう。けどミッチェル、フォッソは人間に。大丈夫だ、私がついている。私が必ずみんなを説得してみせる。フォッソは私の味を理解してくれるかけがえのない友だ。今度あのシュニッツェルの作り方をお前にも教えてあげよう。本当か、フォッソ料理も覚える。ありがとう、お前のおかげ。フォッソ、恩人に会えた。人間と仲良くなってゆく勇気も取り戻せた。全部お前のおかげ。別に大したことはしていないさ。お前が勇気を出して旅に出たことが結果につながったんだ、ミッチェルさん。それじゃあフォッソをよろしく頼むよ。ああ、本当にありがとう。君たちも気をつけて、良き旅を。あの様子なら大丈夫のようね。ミッチェルさんがついている。心配はいらないだろう。ええ、あの二人ならエンデルの村の人々を説得できる。私もそう思います。